はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はニケの方で新キャラ、レッドフードガチャ200連ほどして、引き当てていこうと思います。ゲース、ゲッです。ポン！ということで、はじめましての方いらっしゃる方もかもしれないんで、自己紹介しますとですね、私、ケイスケ、クラッシュオブクランというゲーム実況の方やっておりまして、で、最近ね、同じクラクラ実況者の、ジョーカーさんがね、ニケの動画を載せておりまして、で、私、ケイスケ、一応ね、ニケね、リリース当初からね、ゆるふわで、もう引き当てた推しの子をね、こうめでる感じでゆるふわで遊んでたんですけども、ジョーカーさんの動画を見てから、もうね、ドハマりしてしまいまして、はい。なので今回はですね、ニケですね、1周年迎えて、で、新キャラのレッドフードが出るっていうことなので、今回はね、レッドフードをね、ガチャで引き当てていこうと思います。で、まあなんで今回ね、動画にするかと言いますと、まあせっかくね、廃課金しまして、高級募集チケットとかも課金したんで、せっかくだったらもう動画にして、少しでも収益にもう数百円とかでもいいか、少しでも収益になったらいいなって思ったんで、今回動画にしました。はい、なので早速ですね、今回ですね、レッドフードをガチャで引き当てていこうと思います。さあ、今回ね、特殊募集ですね、聞いていく前に、モールドもね、もうめちゃくちゃた、貯めました。なので、特殊募集ね、する前に、こちらのね、各企業のモールド開封してって言ってあげて、で、さらにハイクオリティモードも、10回ぐらい開けれます。なので、先にね、こっちのモールド開けていって、で、あとね、特殊募集の、チケットの他に、一般募集のね、チケットもね、約100枚ほどありますんで、まあ、モールドと、一般募集のチケットガチャを引いてから、特殊募集やっていこうと思います。で、キャラの方はですね、こんな感じでね、まあ、ちょっとゆるふわでね、やっていたんで、全然ね、キャラ揃っていないっていう感じ。160の壁問題にぶつかっていますんで、これを機会にね、160壁の問題、こう、ぶっ壊していこうと思います。はい、そしたらですね、まずはですね、こちらの、紫の、ミドルクオリティモールドから引いていこうと思います。当たる確率ね、そんな高くはないんで、SSR が当たる確率は。おいおい、いきなりちょっと欲しかったプロパティちゃん出た。そう。これミドルクオリティモードね。そう。はい、こんな感じで。SSR 出る、出なかったりするときあるんですよ、よく。なんすけど、びっくりした。一発目で、はい、もう一突してるプロパティちゃん出てきた。おい、嬉しい。これで二突目だ。三突まであと少し。160の壁ね、問題突破するには、5体必要ですからね。さあ、一体もまだ持ってないんで、3突目。3突してるキャラ。で、今これ、はい、運がいいのか、誰が出るこれ。ああルビーちゃんだ。欲しかったキャラ。あ、ちょっと待って。あれ待って。ちょ、待って、ここで運使いたくねえぞ。欲しかったプロパティちゃんとか、あと欲しかった新キャラ持ってなかったルビーちゃん出たりとかして。ちょっと待って。待って、引いていこう。ちょ、もう一回行く。待って。ここで運使わないでくれ、頼む。いや、嬉しいんだけど、ココアちゃんね。ココアちゃんね。はいはいはい。ちょっと待って。さすがにだけど、こんな引くと、こういう引きすぎじゃない。結構、あれ、当たる確率6割とか、アリスだ！アリス、今日待って、こぞって、ルピーちゃんといい、アリスちゃんといい、欲しいキャラ当たりすぎてんだけど、待って、当たる確率、そうだよね。はい、こんな感じで 60% なんですよ。で、当たって、待って、また出て、また来てんだけど、ちょっと待って、まあまあ、6割だから。あ、はいはい、ジュリアちゃんね。はいはい。びっくりした。いや、でもすごいね。SSR 当たる確率がすごいんだけど。待って。また出たんだけど。ここで運使いたくない。ちょっと待って、今日レッドフードガチャで引くんだけど。あ、オッケー、やっと外れたね。待って、外れて、なんか安堵してる俺がいる。はい、サクサク行きましょう。はい。今、SR ね。はい。びっくりした。びっくりした。今日持ってなかったアリス引いて、そして一突するって、なんだよ。で、また引いてね。はい。いや、持ってなかったキャラこんな当たると思わなくてびっくりした。はい。びっくりし、ここで運使わないよ。にしないと。さあ、次、エリシオンモールド。誰が出るんでしたっけ？プロパティちゃんとかが出るのか。はい、行きましょう。さあ、
ああ、はい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 。まあ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 、ここで運を使っておきましょうと。はい。はい。あ、来た。来た。来た。どう？どう？ちょっと待って。もう、むせそう。むせそう。吐きそう。ああ、オッケーオッケー。ああ、うん、うん。いや、まあまあ、でも SSR なんだけどね。待って。さあ、テトラモールで開けていきます。ノワールだ。俺持ってるんですよ。ノワール。一突してるんですよ。ブラノワ揃ってて、ノワール。双子のお姉ちゃんの方来た。で、ちなみに、俺も双子です。俺も双子なんで、双子は双子を引き寄せるんですかね。びっくりした。さあ、ということで、前哨戦の前哨戦、モールド開け終わりましたんで、次、はい、行きましょう。一般募集の方、参ります。揃いたいのが、まあ、エリシオンここら辺でしょ。で、ミシリスがね、欲しいのが全然当たってないんで、リターちゃんとかね、欲しいんですよね。全然は持ってないですよね、ミシリスで欲しいキャラ。なので、ここ狙っていきたいと思います。さあ、ミッシュリスト、まあ、これで OK かな。さあ、いいね。プロパティが2突したんで、3突目引いていきたいですね。OK。で、いきます。じゃあ、それでは、参りましょう。一般募集。まずは10連。参ります。さあ、いきますよ。やばい、ちょっと話しかけないでください。話しかけないでください。集中します。集中します。話しかけないでください。やめてください。いきます。こっから、どう？紫。あ、どう？かっこいい。これ、どう？あ、待って。あ、おお！来た来た！ SSR、誰だ？あれ？ノワール貫突したんだけど。神引き来た。まあ、俺ノワールとかブラノワール揃ってるんで、ブラノワール貫突させたかったんですよ。いきなりノワール貫突させて思わなかった。で、エリショー誰？さあ、エリショーは？ポリね。はいはい、ポリ。じゃあ、ポリ確か一つして、これで二つ目ですね。はい。ということで、いきなり神引き、ちょっと運使っちゃってんねんか、ここで。前哨戦で運を使いすぎた男。じゃない、これ。こんなないっすよ。こんな序盤で、これってどういう表示？あ、俺あんま表示把握しきれてない。これ、SSR 二人、リグレ来る。あ、一人でした。誰が来るの？リターちゃん、ピルグルーム、モダニア。来い。誰が来るの？投げて。テトラね。テトラ、誰が来んの？さ、待って。ビッシュリスト待って。余分に待って。もう担当してんのに。ビッシュリストミスった。そう。もう担当してんだから。やばい、ミスった。変更すんの忘れてた。はい。はい、ちょっと、ノマールのスペアボディがちょっと余分にあるんだけど。ちょっと、買います、やっちまった。この間にしておきましょう。あ、やっちまった、運使っちまってんよ。余分な運使っちまってんよ、ここで。ここから、さあ、行きましょう。あ、もうちょっとエネルギー疲れてない。あ、オッケー、休憩。あ、休憩。はい、橋休め扱おう。うん、橋休めです。ああ。ちょっと待って、もうちょっと、やばい。ああ。これ持たねえよ、もうちょっと。もう、じゃあ、オッケー、休憩ね。休憩入ってます。ああ。この、序盤でいきなりさ、欲しかったキャラ3突できるってことある。しかも余分に1個多めにちょっと引いちゃったっていう。あ、ここで運引いたからかなんか出なくなったんだけど。ちょっと待って、せめてなんか、リターちゃんか、なんか、ピルグリム、来い、あ、ダメだ。でも、二人来た。あ、もちろん、ほんとわかんない、表示が。ヘルムだ。はい、ヘルムちゃん来た。はい、ヘルムも、これで二突目ですね。あ、いいっすよ。で、次、誰だ？誰が組んだ？テトラ。で、これ、あ、ノバルは、ノバルじゃないよな。誰？あ、ビスケットちゃん、ありがとうございます。ビスケットちゃんも、これで1突目かな。はい。よし。運がちょっと戻ってきたな。いや、ちょっと待って、これ運使ってるってことだからね。ここら辺全部外れていいんだよ。いや、ちょっと待って。なんかここら辺で運使ってるから、なんかここからもう、全然なんかレッドフードガチャ出てこない気がしてきたな。ちょっと待って、お尻の入り口が痛くなってきた。俺、切れ字持ちなんですよ。
待って、お尻の入り口が痛くなってきた。ずっと座ってて。ちょっと、いろいろ座りながら動いてたら、なんか、ちょっと痛くなってきた。で、これで、さあ、そろそろもう終わりですから、結構引いてますよ。さあ、どう？来い！やっぱ出ないもんだな、こういうもんだよな。さっきまでの引きがおかしかったんだよ。頭おかしかったんだよ。あ、いや、ジェム使って最後10連やりましょう。さあ、いきますよ。こっから、ラスト来い来い、リタちゃんリタ来い、来い、あ、ダメ、これ、あ、ダメ、ダメでしたね。いや、レッドフードガチャ200連で、運を温存したと思えば、安いもんですよ、これは。はい。いやー、ガチャって熱使いますね。俺、あんまこういうガチャのゲームってやってきてなかったんで、疲れますね。皆さん、体力消耗しません？俺だけかな？ガチャ慣れしてないからかな？こういうガチャ。さあ、行きます。さあ、お待たせいたしました。レッドフードガチャ、参ります。これ、一発目でもう終わらせちゃいましょう。いや、一発目で、どう？あー、はいはい。スキップ。はい。もう、できれば3突したい。今回、今日ね、200連します。201連ぐらいしますんで。はい。あ、出ないね。まあ、20連なんで、こっからね、3突、まあ、4回引いて、パパッとね、終わらせてやりますよ。さっきまでの、だって、強運見ました。ノワールね、3回引きましたからね。ノワール3回引いたんだったら、もう、レッドフードね、ね、3回引くでしょ。でね、ゴールドマイレージでね、素材確保するやね、もう、3突ですよ。はい。ちょっと待って、雲行き怪しいな。待って、ほんとお尻の入り口痛くなってきた。待って、吐きそうになってきた。吐きそう、あ、よし、よいしょ、来た、来い！レッドフード！赤い食べ物！レッドフード！誰だ、ピルク、あ、違う、ミシリス、どなたですか？ミシリス、持ってるの誰かいたっけ？あ、センチだ！あ、センチ持ってるから、これ1突目。ありがとうございます。あ、これ嬉しい。これは嬉しい。レッドフードじゃなくて、ちょっとあれでしたけど、でも嬉しい。めっちゃ嬉しい。レッドフード以上に嬉しい。センチもね、一応3突目指してるんで。ああ。ちょっと、これ今もう慣れない。もう数えないでどんどんやってんかんな。もう、変にね、雑談でさ、こうガチャ動画でダラダラ伸ばしてもしょうがないんで、もうテンポ大事だと思ってるんで、どんどん引いていきます。ちょっと一回、ちょっと何年か。あ、もう結構だいぶ引いたな。え、待って、ほんと、100年だったら 60% 以上の確率で出るみたいな話聞いたんすけど。え、ちょっと待って。お願い。お、ねっか、い、テンポ大事って言ってたけど、テンポ悪くなってない。あ、ダメだ。待って、あ、待って、おい、ちょっと待って、本当に運使いすぎちゃってんだけど。本当に運使って、ちょっと待って、出なくなってる。出なくなってる。さっきまでのモールドとか、一般募集の勢いどこ行った？おい、ちょっと待って。待ってくれって。まあ、いや、今回ジェムね、80連分ぐらいの予算は一応あるんで。あ、来た！いや、来た！頼む！来い！ピルグリム！もう、レッドフードじゃなくてもいいや。もう、モダニアとか、ティアナガ、リター。もう、誰だ、ピルグリム。あ、待って。あ、プリマディ、今日欲しかったキャラ、ノワールとプリマディちゃん、3突した。違う、趣旨と違う。なんだろう、もうあと1年間引くわ。ちょっと、レッドフード引きたいのに、レッドフードじゃなくて、3突したいキャラ3突しちゃってんだけど。なんか、違い。一般募集からもう全然出るんだよ。ノワールドプリバディ。こっちから出てきちゃったよ。で、3突しちゃったよ。プリバディ今日2回引いて、ノワール今日3回引くってなんだよ。うん、じゃあ、ここから、ジェムで、引いていきましょう。来い！もう疲れた！もう終わりにしよう！もう、終わってもいい！いや、全然出てこない。来い！レッドフード！
来ないか。あ、みんなガチャ動画とか俺も結構見るんだけど、別にやってないゲームとかでも、あれこんなもうみんな疲れながらやってないよね。なんで俺今日こんな疲れてんだろう。熱入りすぎてるからかな。よし、どんどん行きましょう。もう俺動画終盤死んでんじゃない。おい、全然来ねえじゃねえか。おいダメだ、俺動画終盤にもう最後の方死んでるぞ。いや、頼むって来てくれ。レッドフード、もうほんと、せめて一体引こう。せめて一体引こう。いや、ここね、ほんと、ちょっと。ノワールとプリバティでうさきすぎてる。もうプリバティとノワールはいい。リターとか、もうダニエちゃんとか、ティアナガとか。そこ引いてくれ。あ、なんか、あ、来たぞ。怖い。おし、二人来た。ピルグリム、レッドフード、ミシリス、誰だ誰なの。マスクメール、俺持ってなくて欲しかったんだよ。あ、オッケー、当たり。誰だ、エリシャ、またエリシャ。誰、あ、持ってなかった、ブリッド。はい。気づいたらもう、あと20連です。来てない。待って。ジョーカーさん。レッドフードになんか2体ぐらい当てたんだけど、なんで俺は当たんないの。俺200連引いてんだよ。ちょっと待って、ラスト、はい、ラスト来ました。頼む、来い。もうちょ、ノワール1体あげるから。いや、返品しますね。レッドフードと交換してくれませんか。お願いします。来い、頼む。くそうわあ、いい。うわあ、かあ。血の涙が止まらねえ。血の涙が止まらねえ。ゴールド前に買います。不服ですけれども、初めての2件ガチャ動画、ゴールド前でして、ゲットという結果になりました。ただ、欲しかったプリパティとノワールと3突した。はい。そしたらボディラベルショップで、ハイクオリティモードで4個ほど、交換したんで引いていきましょう。リターとか、あとはね、ブランとか、ティアナガとか、もう、なんか、ピルグリムって出たっけ？引きたいっすね。はい。なのでね、ちょ、待って引きたいって言ってた。ブラン引いちゃって。ちょ、あ、待って、あ、そして持ってないの来た。誰？ミシリス。ミシリス誰？いや、長くるんかい。あれ、なんか俺、違うピックアップガチャの世界線に飛ばされました。はい、ということで今回はね、初めてのニケルガチャ動画出していきました。また欲しいね、キャラが出たらガチャ動画出していこうと思います。ご視聴ありがとうございました。